N クワドラスティアが作動中の GMC シエラ4輪ソだとは自動車のステアリング機構の一種。4輪自動車の全車輪に対して能動的に打角を与えることにより高い速度域での車両安定性を向上させる、あるいは極低速域での小回り性を向上させる方法である。3軸以上の車両の場合、一部の車軸がソー機構を持たないものがある。 メルセデス・ベンツ G5937 年一般的な自動車ではハンドル操作によって前輪に打角を与えて方向転換を行うのが一般的である。このため打角が大きい場合には内技が大きくなるなどの不都合が起こる。これに対し四輪操舵方式ではハンドルによる前輪の操舵情報を後輪に対しても与えることにより操舵時のこうした 不都合を低減することを目的としている。機構そのものは古くから存在し、第二次世界大戦前のドイツ国で一部の車両に採用されたが、戦後は一旦消滅した。1980年代終盤、日本メーカーの乗用車においては四輪ソーダを採用した車種がいくつか発売されたが、雑誌などのメディアが強く注目したものの、販売は伸び悩み。 それらの時期モデルからは以下に挙げる理由によって四輪ソーダの採用が減少していった。その理由の一つは気候追加による複雑化、重量の増加と新規技術ゆえの価格上昇である。もう一つの理由は四輪ソーダがもたらす理想的な挙動と一般的な二輪ソーダの挙動との違いであり、四輪ソーダの良さが違和感、癖の強さと認識されてしまったことである。 具体的には、うさ折時に運転者の予想よりも、車体後部が外側に降り出すことや逆に、高速走行で、ほとんど回答せずに横に動くように感じること、車庫入れ交代時に狙った通りに車が動かないと感じることなどが挙げられる。日本のように、車庫、駐車場事情が、それほど良くない場合、壁にぴったりと寄せられないことは不都合を招く場合も、ある。さらには、 チューニングカーの世界においては、重量や挙動に対する不満から 4WS を取り外してしまうケースも珍しくない。主に日産車向けにハイキャスキャンセラーなるパーツも発売されている。その後乗用車では一時採用されなくなったが、2011年12月現在においては、日産自動車が日産、スカイライン、日産、 フーガで、レクサスが4代目 GS3 代目レクサスイズで、欧州メーカーではルノーが3代目ラグナで、また BMW が5代目7シリーズと6代目5シリーズでインテグレーテッドアクティブステアリングの名称で採用。さらにポルシェでも、ポルシェ991の一部でリアークスルステアリングの名称で電動式四輪ソーダが採用された。いずれも、後輪のソーダを少なくしたり、 後輪ソーダをわずかに遅らせるなどして、自然なハンドリンクになっている。また、F1 など一部のモータースポーツ種目においては、4輪、ソーダ装置が規定で禁止されているものもある。F1 では1993年のベネトン B193 バイトなどで採用されていた。1971年から1972年にかけて、 アポロ計画の J ミッションで使われた月面車に4輪、ソーダシステムが採用された。この場合、一方の系統が故障した場合でも、もう一方の系統で、ソーダできるように冗長性を持たせるためのものであった。ホールとトレラント設計乗用車以外では、農業機械や建設機械に同機構を採用したものが見られる。4 4輪ソーダの移送切り替えの一つの例4輪ソーダは、 同位相方式と逆位相方式に対別される。それぞれ同省、逆章と略されることもある。乗用車では走行速度やハンドルの操打角度により同位相と逆位相を連続的に制御しているものが多く、交代時にはキャンセルできるものもある。大型特殊車両では特に内技の低減と小回り性能の向上を目的として、 逆移送方式の四輪相談機能が採用されるが、日産ディーゼル FJ のように、同移送により、カニ足走行も可能にした例も存在する。また、2階建てバスや3軸観光バスや全長15メートルの2階建てバスメガライナーなどは、最後軸に逆移送方式のパッシブステア機能がある。また、牽引型の連接バスにも付随者の車軸に、 逆位相方式のステア機能が装備されている。四輪ソーは機械式と電気制御式に対別される。ナチュラル 4WS とも呼ばれる。能動的に後輪をソーする四輪ソーと異なり、リアサスペンションのストローク量や横方向にかかる力に応じて後輪の投下度をコントロールし、回答性や安定性を向上させる方法にパッシブステアがある。競技では、 トーコントロールシステムの範疇であり、四輪相打には含めない。通常の後輪独立喧嘩ではホイールがストロークする際や横力を受けた際に特に旋回外側の車輪においては車両が安定寄りとなる等ンを常に保つように設定されているまたリジットアクスルやリンク式サスペンション、トーションビームのような固定車軸の場合はストローク時や 横力を受けた時に起こるワクスルステアをアーム長やゴムブッシュの弾性変形でコントロールしリアワクスル全体を旋回中心向きに変異させ安定を保っているこのような特性がサスペンション設計の中で理解されてくる1980年代以前はブッシュやサスペンションアームの弾性変形による旋回中の等角度の変化はコンプライアンスステアとも呼ばれ 旋回中の車体の挙動を乱して、スピンを誘発する危険性のある要素として捉えられていた。これに対しパッシブステアは、ブッシュの変形を利用するまでは変わらないが、旋回初期のごく浅いロールの際、後輪を一瞬だけ、トーアウトにコントロールするものである。動作が、受動的であるためアクチュエーターはなく、タイロットを持たない点が四輪走だとは異なる。 挙動を乱しスピンに至らないよう外輪のみをトーアウトとするものもある。主に前輪駆動車やスポーツカーの一部で回答性を向上させるためのきっかけとして用いられる。簡単な構造で四輪相打に近い効果を実現できる反面、高度な制御を行うことは全く不可能である。また、プッシュ高度の温度依存特性や経年劣化、あるいは 路面の凹凸によるストローク量の変化や路面の摩擦係数の変化などにより動作が変動する点も弱点となる。マツダのトーコントロールハブと SS サスペンション、イスズの西ボリックサスペンション、ソブのリイクスなどがあり、日産、パルサー、パルサーエクサ、ラングレー、リベルタビラ、マツダ RX-8、RX-7、ユーノスロードスター、イスズジェミニと、 PA, ネロ、ソブでは GM 参加となってからの各社に採用例がある。自動車市場、パッシブステアの概念を本格的にリアサスペンションの設計に取り入れた。最初の車両は1966年式フォードゼファーマークーであったが、当時の英国市場での評価はかんばしくなかった。1978年にはポルシェ928が倍再把握するを採用したが、 これは、原理的には、ゼファーマーク4の概念と同じものであった。日本車では1980年に、BD 型マツダファミリアが、SS サスペンションの名称で、パッシブステアの概念を導入、旋回時や、制動時に後輪を、当員側に、積極的に変化させる特性が持たせられ、それまでの全輪駆動車につきものであった、タックインを大幅に抑え込むことに成功、商業的にも、 大きな成功を収め、日本市場で全輪駆動車が本格的に普及する講師となった。マツダでは現行車にも採用されているが、かつてほど大々的に宣伝されてはいない。トーコントロールハブの開発に携わった木島隆夫によると、パッシブステアは機敏で優れた操縦特性を実現した一方で、ドライバーに操縦時の違和感を感じさせやすく、 自動車工学としては正しいものではあるが、木島自身が提唱するドライバーの動的感性を満足させるものにはなりにくいという反省点が得られたとされており、FD3S 以降ではドライバーに明確に変化を感じさせるほどの等角度の制御は行わなくなったという。モータースポーツでは、パッシブステアが操作性の低下を招く不確実要素となるため、たわみ、 プッシュを高質な材料で作られたものに交換することがある。実際にサーキット走行などにおいては、トーコンキャンセラー、西堀殺しなどといったアフターマーケットパーツで動作をキャンセルすることが一般的であった。その一方で国内ラリーシーンではパッシブステアは好評であった。西堀クサスの場合、旋回中に通常の全輪駆動車では考えられないほどの オーバーステア傾向を示したことや、トーコントロールハブでは、後輪駆動でありながら、アクセルオフで、タックインを誘発させて高速なコーナリングが、可能という、通常の駆動方式の特性とは、正反対の要素が備わっていたからである。レクサスアクティブセーフティーイーズ 350F スポーツのみ装備される。BMW7 シリーズ新型発表、4輪、ソーダシステムで、 小回りすい,すい、イスレスポンス、http コロンスラッシュスラッシュレスポンス jp スラッシュアーティクルスラッシュ2009スラッシュ03スラッシュ24スラッシュ122131 html インテグレーテッドアクティブステアリング911カレライズにも採用。ポルシェのリアークスルステアリングとはカー m e ー2020年5月7日閲覧。 花で笑われたプレリュードの 4WS に再び脚光。なぜ訴求における問題点とはオートカー2020年5月7日閲覧。4WS が採用されていたのはバージョン L のみ。バージョン E を含む他のグレードには採用されていない。ABC 抜群の操縦安定性。マツダの SS サスペンションは何がすごかったのか。カーマ。 ハットチューニングを楽しむための動的感性、工学概論1スポーツトラックで操縦生と出会った。オートックス、キジマゼミナールハット AB チューニングを楽しむための動的感性工学概論に等変化をどうコントロールするかオートックス、キジマゼミナールハット。 ソブリ XUNIQUEPASSIVEREAR-WHEELSTEERINGE-SAABPLANET.com、e、ハットテーマサスペンションウェインインデペンデンスゴーズロングドリブンツーライトハットあの失敗があるから今があるでもがっかりしたなあの時の新技術新装備 ベストカーハットニュー RX-7 は街中で飛ばすと免許がなくなります。その3、オプション1985年12月号より、から、エキサイトニュース106ターボ最強 ?3 代目ジェミニが残したいスズワークス最後の伝説を知ってるモーターズ、ありがとうございます。